の作家さんを目指す人を支援したいという思いで、大学院生に奨学金を支給しようということになって、神山財団は2013年に設立しまして、まあ、設立したのは株式会社マクニカの創業者である神山春樹さんになります。なぜ神山財団を作ったかといいますと、曲がりなりにも事業が成功しましたので、今度は社会に還元したいという思いで、まずは海外留学される方の支援として奨学金を支給しますという事業をスタートさせました。でその後に、次の年にですね、神山理事長が芸術、まあ、絵画作品がすごい好きで、で芸術の作家さんを目指す人を支援したいという思いで、その中でも、まあ、大学生か大学院生かっていうところで議論はあったらしいんですけれども、やっぱり大学院生まで進むと本物の作家を目指すっていう方が多いので、大学院生に奨学金を支給しようということになって、この、神山財団の大きな事業として2つ の、 その海外留学支援と芸術の支援を行っています。今回展示していただいている作品が、はい、第1回から受賞された方の、はい、作品です。ということですが、はい、全部で何点でしたか？全部で28点になります。はい、今回入れ替えで展示、はい、なので前期14点、後期14点で、はい、出展します。神山財団さんが奨学金を支給される、まあ、条件じゃないですけども、はい、どういう方を特に応援をしたいっていうのがあるんですか？そうですね、やっぱりまずはまあ作品の力というものは必ず第一には来るんですけれども、やっぱ作家として続けていくことをすごい真剣に考えている方を応援したいということは念頭に置いておりまして、でその中でも成績だけじゃなくて、まあ普段の活動ですとか、そういうところがやっぱりしっかりやられている方を応援していこうというふうなところはあります。その支援の形として、はい、奨学金を支給するというのが、はい、まあ、柱ですよね、はい、でそれ以外に毎年、はい、成果展でしたっけ、はい、これを実施されてるということなんですよね、はい、これがこのギャラリーとは別に、はい、今度展示をされる。そうですね、はい、いつからでしたっけ、はい、10月の14日土曜日から六本木のアクシスギャラリーの方で1週間展示を行います。奨学金を支給されるのが、はい、まあ、院に進まれた方なんで、はい、まあ、2年、2年間、はい、その、2年間が終了した時点で、はい、成果発表すると、はい、こういった形ですか、はい、今回は成果展は何人の方ですか、今年3月に大学院を修了した19名の方、はい、プラス昨年受賞した方5人合わせて24点はい、出展します。これは毎年、はい、毎年、はい、人数はちょっと前後するんですけど、はい、大体20人前後で、そうすると皆さん奨学金を、まあ、いただいて、はい、それで今度はそれにめがけて、はい、研鑽して制作をして、はい、一つの目標になるわけです。そうですね、やっぱり大学院修了して就職される方もいらっしゃいますので、その10月頃に行う展示っていうのはものすごくこういい時期といいますか、社会人1年生で、まあ、右も左も分からずこう生活していく中で、一段落した段階でこの発表があるので、やっぱり自分たちがこう大学院でやってきたことを思い出させてくれる、芸術の世界で仕事はしていると思うんですけれども、なかなか制作の機会に恵まれない人たちにも一旦もう一度絵画を制作するというところにこう立ち返らせてくれる展示だっていうふうには参加者の方はよく言ってくれるので、まあ、すごく皆さんしっかり作ってくれるので、いい時期にやってるなっていうふうには思いますね。最後にですね、はい、皆さんにお伺いしたいのは、これから、まあ、神山財団に奨学金に応募しようという方も
多分いっぱいいらっしゃると思うので、そういう方に向けて何かメッセージみたいなのがありますか。はい、まあ、神山財団としてはまずは奨学金を支給するということは第一の使命というふうには感じてますけれども、やっぱりこうやって展示の機会をだんだん芸術の業界の方たちにも神山財団を知ってもらえることになってきたので、まあ、神山財団を踏み台にといいますか、ちょっと利用してもらって作家活動の幅が広がってくれると、まあ、非常に嬉しいなと思いますので、まあ、そのお手伝いを少しでも奨学金を支給する以外でも、まあ、できたらいいなというふうには考えてますので、まあ、気軽に応募していただければなとは思います。素晴らしい取り組みですので、ぜひアンペルギャラリーも多少なりお手伝いができればいいなというふうに考えています。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。